ドライトを洗う。え、すごいねんけど。こんな時に使うの、これはちょっといらんかなって感じ。すごい、こっちアウターが2個目入ってたよ。243,550円分入ってました。すごすぎ。はい、ちょっとね、別の日に今撮影してるので、部屋着なんですけど、すいません。私の妹もですね、なんと、山田屋さんの3万円の福袋を購入したということで、リリーが飴玉で中身見せてもいいよ、とのことなので、ちょっと、借りました。ということでですね、あ、よいしょ、ドーン。もう一つの3万円の福袋の中身を今からご紹介していこうと思います。それでは行きましょう。中はね、山田屋さんの福袋って全然みんなバラバラなので、多分被ってないんじゃないかなと思います。ではまず一つ目。え、すごいねんけど。え、すごい。めっちゃ可愛いファーのコートが入ってました。こちらはですね、このブランドさんの3万7000円のファーのライダースみたいな形のような、こちらがまず1点目に入っていました。すごい。妹も当たりじゃん。次パッと目についたんですけど、次はめっちゃ派手や。私の福袋にはこんな派手な色は入ってなかったんですけど、すごい鮮やかなピンクのスカートが入ってます。ちょっとアシンメトリーになって長さがバラバラですね。綺麗。これも可愛いですね。はい、ということで2つ目はこちらのブランドさんの13,800円のロングスカートでした。はい、次どんどん行きましょう。お、私来年からほんま福袋2、3個買いたいなって思うぐらい、ほんまに外れなくない？ほら、すごい綺麗なタンクトップが入ってました。V カットになっていて、ここはスタッツとラインストーンが敷き詰められてます。で、バッグはシンプルな、ちょっと薄手の生地のトップスなんですけど、こちらはこのブランドさんの7900円のトップスでした。次は、大きいの出てきたよ。じゃーん、ロングのワンピースが入ってました。162センチの私が着ても足首までたっぷり長さがあって、しかもベルトもちゃんとついてますね。ウエストリボンにできる V カットのワンピースです。わあ、これはでも涼しげやから春夏も着れそう。今もタートルとかと合わせても可愛そうですね。こちらはこのブランドさんでお値段は 23,700円。すごい、こっちも当たりや。当たりだらけ。え、すごくない？もうめっちゃ暑くなってきた。衣服ってまだまだどっさりありますからね。お、はい、どんどん行きましょう。お次はじゃーん、膝丈より少し長い綺麗なワンピースです。こちらのブランドの25,000円のワンピース。これはグリーンの生地にネイビーのレースが重なってます。キャー、今までの点数だけ見ても多分10万円超えてますよね。すごい、中身も全然ちゃうし、おもろい。次は、あ、お次も色物です。こっちは結構いろんなカラーのものが入ってますね。福袋によって私みたいなオーソドックスなカラーがたくさん入ってるものと、こういう綺麗めな色がたくさん入ってるものと、いろいろある。これも可愛い。こちらのブランドのもので、お値段は15,000円の少しタイトめでスリットが入ったスカート。すごい、まだまだ入ってるよ。お次はこちらです。カーキのシンプルなトップスなんですけど、それがちょっとパフっぽくなってて可愛いです。白もタックが入っててちょっとデザイン性がありますね。素敵だ。使いやすいアイテム、これはですね、こちらのブランドの12,800円のトップスが入ってました。次行きます。次はパンツが入ってました。じゃーん、ブラックの使いやすそうな、後ろがプリーツで前面はそんなプリーツなってない、シンプルな、パンツ15,800円。こちらのブランドのもので、これも全然使えるよね。ちょっと今シワにはなってるけど、膝も隠れるいい感じの丈。お次はこちらです。ベージュのトップス。これはしっかりした生地なんで秋冬用って感じかな。袖が折り返しになっていて、服がキュッてなってて可愛い。うわ、好き。こういうのもいいですね。後ろは超シンプルです。これは15,400円。すごい、ほんまに外れてないよね。なんだろう。お次はファーのストールが入ってました。ファーの部分と
こうかけたら、ここのショール部分はゴールドっぽいラメが薄く入ってます。でも結婚式とかかな。でも結婚式ファーつけていったらあかんもんね。どんな時に使うんやろ。これはちょっといらんかなって感じ。まあ、でも人によったら嬉しいって人もおるかもやけど。ファーストオール1万6000円のものが入ってました。お次、すごい、こっちアウターが2個目入ってたよ。私のカーディガンというか薄いアウターやったんですけど、こっちはなんとナイロンのアウター入ってました。ネイビーでフードもしっかり大きめのものがついていて、チャックもゴールドで可愛い。へー、すごい。これは 19,900円、使えるね。すごいね。でもまだまだあるんですよ。次は13,200円の黒いトップス、ニットが入ってました。こんな感じでドルマンっぽくなってますね。着るだけでおしゃれな感じのやつ。え、かわいい。これも背面のセンター部分にはこんな感じでちょっとアクセントがあります。え、でもシンプルやからすごい使いやすそう。いいですね。これも次がラストです。じゃーん。次は 19,900円のまたまたアウターが入ってました。見て、すごー。ニットのかなり分厚めのスコットクラブのニットカーデが入ってました。これは結構ボリュームあるな。後ろも網目がしっかりしてます。でもこれも使いやすい色ですもんね。うわー、はい、ということでこちらの福袋はこれプラスさっきと同様8000円の金券がついていました。総額ちょっと計算していこうと思います。243,550円分入ってました。すごすぎ。いやー、二つともね、山田屋の、福袋を見てみたんですけど、まあ、外れはほぼほぼないかなっていう感じです。どれもやっぱり、大人の女性に好まれてるブランドということもあり、そんな子供っぽすぎるものが入ってたりとか、超奇抜なものが入ってるわけじゃないので、どれも使いやすいアイテムだなと思いました。妹もこれは紙袋でしたね。皆さんはどっちの福袋の方が好みでしたでしょうか？またよかったらコメント欄にも書いてほしいなと思います。そして今年はですね、これ以外にも福袋ちょこちょこしたものをですね、買ってきましたので、そちらはまた次回の動画でお届けしたいなと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。